有田交通株式会社は、和歌山県にあるバス事業者である。略称は有効。主に貸切バスタクシーを営業している。同じ和歌山県内に拠点を置き、路線バス、貸切バスを営業する有田鉄道とは、無関係。鴨京駅前に乗り入れる路線バス。2007年3月撮影。2010年10月、路線バスとしての運行を終了。各路線は、 海南市、コミュニティバスとして引き続き運行。2007年3月31日現在、路線バスとして3台のバス車両を保有する。貸切車については、公式サイトでも、デラックス観光バスと名打っており、7メートルクラスの貸切車でも、ダブルシー付けとなっているなど、全般的に高級貸切車が多い。2階建てバスは、三菱エアロキング4系レモナコを導入しているが、 貸し切り車として導入された 4K 列車はこの1台のみで希少な存在。また、ボルボアステローペを発売初期から導入していた。また、在籍している日産ディーゼルスペースウィングの中には導入実績が少ないスーパービューデッカも存在する。かつては三菱不装、エアロキングも保有していたが、後に大阪府の狭山交通に売却。同社が 受託運行するミラーエクスプレス、エグゼクティブクラス車に改装され運用されていたが、実車中の事故により、廃車となっている。和歌山県の北部から中部で、主に営業している。特に、有田川町の青、清水営業所の地域は、鉄道がなく、バスの本数も1日数本しかないため、この会社も含めタクシーが貴重な交通手段である。保有車両は小型21台となっている。 和歌山駅では他社が乗り入れる駅前ロータリーのタクシー乗り場ではなく、駅前西南側にあるパチンコや駐車場に設けられた専用乗り場で客待ちを行っている。他の駅では他社と同様に客待ちを行っている。文金高島田に言った和装の花嫁が楽に乗車できるよう、左後部の天井を開けることができるタクシー。頭部をぶつける心配をせずに済む。 社名表示等は大とに、きの文字。要予約。http://www.pref.wakayama.lg.jp:/prefg:/020500://p://ss1:/pdf は、かやま県。企画部地域振興局総合交通政策課。 和歌山県内のバスの状況、ありがとうございます。